楽しいね、3人だと。ねえ。と思いました。え、仲良しなの？仲良し？変わらず、変わらないけど。どれぐらい？どれぐらい？20回とか、え、最初の1年は、いや、その前が長かったから、そうだよね、そうだよね、なんだけど、なんだけど、女だってね、たまるじゃん、たまるじゃん、から、旦那にはパート、今、お願いしてて、パート行きたいな、みたいな。出会い欲しいとは言ってない。出会い欲しいとは言ってないんだけど、まあ、外に出て働きたいなみたいな言ってて、でまあうんみたいな、あんまりよろしくないみたいな感じなんだけど、もし OK だったら、なんかちょっと男の人、年上のなんか40代50代ぐらいの人がいるようなところで働いて、なんかすごい、あわよくば。でもあとこれはもう願望なんだけど、もう私なんてしてないもん、してないとね、なんか童貞の気持ちもわかる。もう誰でもいい人を選びたいし、処女じゃなくて童貞、童貞になっちゃう。もうしたくてしたくて飢えてる。もう一人エッチしかしてないし、寂しいじゃん。だから夜遅いから、あ、そっか、仕事で忙しいの。その分お給料はいいから、そこは困ってないから。出会いたいんだね。何やってる、そうなんだ。はい、なんかさ、姉さんまたさ、胸大きくなったよね。毎日寝るから。でも生まれてとかじゃないの。でもどうなんだろう。確かになんか大きくなった。で今女の子の日の前だから、だから性欲も止まっちゃってるの。さらに。胸も張って大きく見えるのか、わかんない、どうなんだろう。多分なんかみんな見てると思う。で、私気づくの、考えてることが分かっちゃったよ。いいよ、そこにいないよ、もう目がそこにいないよ、もう。え、どうも好きそう。でしょ。好きそう。でしょ。キラキラしてるよ。やったじゃん。ダメだよ。ダメに決まってんじゃん、こんな。え、やったじゃんって言ってくれたのに、ダメなの？もう、気持ちで、とどめよ。気持ちで。とどめれる？とどめれないでしょ。普通でしょ。なんでしょ。なんでしょ。もうちょっと、目が。ねえ、ダメかな。もうワクワクしてきたっていう。もう私たちがダメって言ってもあんな顔なんだけど、怖いよ。だってほら、水着もちゃんと可愛いの選んできたんだよ、だから今日。ほら、可愛くない？可愛い。じゃあもうこれ。見えちゃう？見えちゃってる。可愛くない？すごい可愛い。でしょ？どうですか？でも、今日
興味ないから。ショック受けすぎだよ。30なんだからちょっと落ち着こう。もうちょっと落ち着こう。あれだもん、なんかちょっとこんなにっぽい年下な感じだもん。だからすごい気に入ったかも。でもなんか興味ないかも。目あった。なんか目アーマーにそろそろと。ね、だってさ、私たち今いくつ？はい、それ引く？引く。忘れてたのね。思い出そう。私たち今いくつ？30歳。はい、正解。正解。でも本当見えないです。なんかアピールして。アピールして。見えないです。見えないけど、でもやっぱ、ほら。若いです。ほら、ほら、若い、若い。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 の方がいいんじゃないかなって。年上のテクも堪能した方がいいと思います。あ、サジ、うん、ちょっと決まってきましたんじゃないかな。ちょっと大きい声で話しすぎたんだね。大きい声で話しすぎた、そう、てか、でも分かってたんで、私たちも興味なかったんだよ。そうかなぁ。それかさ、暑くなってきた。確かに、確かに自分も汗やばいかも。ちょっと私と聞いてる、二人いいよ、ゆっくりしてて。あ、そっか、Thank you.